どうも千葉急です。樹海動画です。ゆっくりナレーションです。国際空港です。今回は6月頃に、雨の中の樹海を潜った時の様子です。ところで今回は、GoPro ボディマウントに装着して、撮影する形をとっていたので、画像がかなりひどいです。すいません。この時自分たちは、樹海の音と呼ばれるポイントから、鳴沢洞と呼ばれる廃洞に向かっているところでした。こっちいます。あと、今回も死体は発見しません。あしからず。倒木なのかあれ。てか、うんこくせんだが。ちょっとなんか、うんこ臭くないですか、ここ。正直、気のせいかと思っていたのですが、他のメンバーも、何かに嘔吐感じていたようです。いや、わかんない。この辺かもしれない。見えてないけど、この影がわからない。どうかな、なんか便所くせえな。便所っていうか、ちょっとメタン系の。なんで樹海探索中に、匂いを気にするのかについて、ちょっと説明を。簡単に言うと、死体があった場合、それは匂いでわかるから、と言われてるからです。死臭とか異臭とか呼ばれるものです。ただその匂いは、嗅いだことがある人曰く、何の匂いにも似ていない、独特の匂い、とのことだそうです。ちなみに自分は、未だにその匂いを嗅いだことがありません。てか、ここ遊歩道がどんぐらいなのか。この時に嗅いだ匂いは、なんというか、トイレや下水のような、メタン系の匂いだった記憶があります。でもまだ全然だよな。という匂いを、今回の同行者ほぼ全員が感じたということで、急遽、匂いがした周囲を探索することになった。というのが、この時の状況になります。ちょっと見てみる。なんか遺留品があったら声かけりゃいいっしょ。あ、でもここも全然完璧に匂いはしない。あ、でもするか。誰がこの辺でうんこした？ちなみに、樹海探索時のトイレ事情は、結構シビアです。特に台の場合は、地面が溶岩と根っこなので、とても穴を掘ることはできません。適当な穴に落として放置、って形になります。それでなくとも、富岳風穴駐車場の公衆トイレですら、便器が和式しかない、ということを踏まえても、樹海におけるトイレ環境は、決していいとは言えません。しかし改めて見ると、この日に撮影した動画は、本当にひどいです。ボディマウントに GoPro を装着しているとは、先ほど紹介させていただいたのですが、その GoPro に、コンパスとか GPS とかが、もういろいろとぶつかりまくってて、正直、編集している自分自身、結構イライラします。今回の動画は、個人的には今後の戒めとすることで、あえて使うことにしたのですが、見せられてる方は、たまったもんじゃないだろうなぁ、と。はい。なんかいろいろとすみません。ちょっとすみません、靴紐ほどけた。この動画の時に、バッテリー交換で同行者とはぐれて以来、こういう時は、きちんと声をかけるようにしてます。コミュニケーション、マジで大事。おーい。方々を探しても、特に何もなかったので、遊歩道に向かって前進します。負荷を失いごとも、樹海探索では大事です。ちなみにそこから、先日アップした、雨の廃道と無線機のアンテナ、へと繋がってたりします。アップする順番は、割と前後してます。自分は基本、同行者の個人が特定されそうだと判断した場合、動画全体にモザイクをかけています。なぜなら、自分が使ってる動画編集ソフトの場合、一人一人にモザイクをかける手間が、かなりやばいことになるからです。まあ、安い動画編集ソフト、あるあるです。で、今ご覧になってるカットを、画像編集ソフトで、一人一人のプライバシーに配慮した画像が、こちらになります。というのも、先日のオフ会で、ふとした時に、樹海で同行者たちが散会する様子を見て、樹海の広さに感動したので、
俺の動画にも、そういうシーンが欲しいなぁ、って思って、今回紹介させていただきました。というわけで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。